線の広いを先頭に右側西元金沢、そして左側にモンテリオ山形。テンポが上がる中、狭いところ山田幸太からビニシウス・アラウジョ、前を向いて左足、ダイレクトのパス交換から島田、前を向いて左の平松へ入れ替わって、島田は左、その島田に渡る、左足、まだクロスバー、チャンスでしたね。島田の左足クロスバー、ビニシウス・アラウジョ、ここも強い。中原、低いクロス、半田が、さあそしてもう一度ビニシウス・アラウジョ、後藤ナイスセーブ。縦、ビニシウス・アラウジョから山田幸太は右にタクトを振る。マルティノス仕掛ける、またいで左足、これ今インスイング巻いてくるボール、いいボールが入ってきて、一気に持ち上がるカウンター、左には大石、そして杉浦恭平、左の大石へ、大石中に送って、セネマのヘッド、決まった、体先生自分で行くっていう判断ももちろんあったと思うんですけど、ここは中沼をしっかり信じてね、最後は瀬沼選手の見事なダイビングヘッドですね。左足中に送る、パンチング、こぼれ球、樺山拾ってエリアの外、山田幸太右足振り抜く、決まってしまった、同点山形。シュートのイメージもしっかり持ったと思いますけど、ミート しなくて、ただタイミングがずれたことによって後藤選手の反応が遅れます。南から中こぼれて懸命のクリア、そして前線にはセヌマ、頭で落とした、さあ1対1ビッグチャンスになる、セヌマ落ち込んで右足決まった、カナダは追加点、セヌマ今日2点目、選手が勝って自ら組み切る力もね、冷静でしたよね。ここね、慌てる場面だと思うんですけど、マルティノス、ここで試合終了、大きな大きな勝ち星をつかみました、西元金沢。